はい、戦国姫紀行、山中鹿之助の娘、山中森恵のお墓、こちらは広島の安芸海蔵寺さんに来ています。真ん中のですね、五輪塔のお墓が山中鹿之助の娘、森恵の墓ということになっています。この海蔵寺さんはね、もともと児玉家の菩提寺ですので、鹿之助が撃たれてですね、その後この森恵という方がどうしたかというと、児玉周防守、こちらの草津城主ですね、こちらの下で庇護されていてですね、他でも話してますけど、森家はその尼子本家、重臣、山中鹿之助、等ですね、森家に反抗した人たちなんですけど、元は尼子というのは毛利の主権にもなりますので、丁重に扱っているというケースが非常に多くてですね、あれだけ戦を挑まれていたのに、その娘さんを助けるというのはどういうことなのかというのはあるんですけども、こちらってですね、結果的に庇護されていたと、保護されていたというような状況でですね、別に囚われ人ではないんで、商人の娘さんというより、商人の、ご主人をいただくということになってですね、要するに武家の娘さんではなくて商家の娘さんと、そういうふうに変身するんですけども、その娘さんの願いでですね、鹿之助の首というのは先日行きましたけど、友浦のところに首塚ってあるんですけど、あちらに一回、向こうで首実験されてますから、当時足利義昭、毛利輝元、らにですね、首実験されて、あちらに葬られたはずなんですが、どうもこちらへですね、持ってきて、下にあります浄居寺さんという境内にですね、首を改装したという話があるんで、ちょっとはっきりしない部分はもちろんあるんですけど、現在のところ、山中鹿之助の首はこの下の浄居寺さんの境内の墓地にあると、あちらの首塚が、本物というかそうではないかという話になってますよね。でこちらの草津海蔵寺さんは草津駅からそうですね、5分ぐらい歩いてここへたどり着けますけど、今度この裏手の左にですね、入り口に図があるんで分かるかと思うんですけど、ちょっとお墓がすごいたくさんあるんで、入り口に東条浅野家の大きな墓碑が目立ちますので、そこから入ってすぐ、階段があるんですが、そこを登っていって、今度はコンクリートの左端の道へ移るんですけども、ちょっとそこの入り口が迷うかもしれませんので、注意しながら行くと、左手にずっと行くとですね、山中家の墓と、門がある大きな墓がありますので、そこにはですね、森へとは書いてないんですが、山中家の墓というのははっきりわかりますね。その中の一番奥になります。今ちょっとお墓の中で外から、透明で撮らせていただいてます。結局尼子の残党たちがですね、その鞆の浦から鹿之助の首を持ってきたという話もですね、同じ、東条浅野家なんですけど、その徳雲寺さんの方にも改装したと、埋葬したんではないかという話もあって、あちらからこちらに移したのか、実際向こうにあるのかっていうのはちょっとわからない部分はあるんですよね。ただ娘さんの意向が強かったことと、娘さんはこちらで、商家の娘さんとして、奥様として、生きることを選んでますから、多分父親の首を遠くには置かないと思うんですよね。東条浅野家の今何か庇護があればそういうこともあるかもしれませんけど、1階のというか町人商人の家の人になったわけですから、それだけその願いをですね聞いて、児玉家という強い味方がいたんで、それを通してこの下の浄居寺さんに葬ったのではないかなと思いますね。ちょっとこれから行ってみようと思います。はい、山中鹿之助の娘で山中森恵の墓所、ここは秋のですね、草津にあります海蔵寺さんの山中家墓所からでした。